餃子の王将でこの日も懲りることなく、中華飯、ご飯、少なめとニンニク激増し餃子のジャストサイズを注文した。ニンニク激増し餃子は空腹時だったためか、タレつけずに食べたらニンニク感はわかった。ただしニンニクはガツンとくるほどでもなく、食感も強いわけでもない。3個だけだと物足りないのかな。ご飯物と食べるにはちょうどよかったですけど。中華飯の卵スープは腹が減っていたためか、トリレキス感は気づけた。タケノコが1個しか入っていないと思ったら、かけらのようなサイズがもう1個だけあった。白菜は平均的なボリューム、チンゲン菜は細かなカットがちらほら。キクラゲは3個程度、玉ねぎは焦げているものと、長めのカットのが少量と、人参は今回はいつもと比べて控えめな量。ベビーホタテは1個、豚肉は大きめなのが1個と、小さめなのが数個。うずらの卵1個に、イカは小さいのが1つ、エビ食べる前に、中華飯に胡椒を少し振りかけてみた。あんのご飯への浸透度は、ベタすぎない適度な感じでした。